本日はですね、あの話の話でございます。まあ、告知した通り、稲葉監督、一緒にやりました、パラダイス監督を一緒にいただきました監督でございます。この稲葉監督に、稲葉祐介監督に聞いた、お話インタビュー、皆さんもね、お聞きいただいたんじゃないかなと思いますけれども、その話をもとにした落語をやらせていただきまして、その後監督たちと2人で、感想などを聞きたいなというふうに思いますので、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。それでは、聞いていただきます、稲葉監督の話の話。はい、カット。カットです。あの、監督、どうでしたか？もう一回だけやらせてもらっていいですか？もう一回ですか？今日はこれで最後にしますので、じゃあ皆さんもすいません。じゃあ、ラストシーン、もう一回だけやらせてもらいます。半島パラダイス、ラストシーン、テイク810。よーい、監督。はい。ちょっと待ってもらっていいですか？すいません。メイク直しますよね。違うんです。メイクじゃないんです。メイクは直さなくて大丈夫です。じゃあ、トイレ。トイレでもないんです。監督。すいません。新しいタバコじゃないんです。タバコが燃えてるとかそういうことじゃなくて、監督、何にも思いませんか？テイク810ですよ。テイク810。これ何とも思いませんか？810ですよ。810。810。半島、違います。それ半島になってますよってことじゃないです。監督、待ってください。テイク810ですよ。いや、僕、自分で言うのもなんですけど、結構俳優やらせてもらってるんです。でも、テイク810なんて聞いたことないですよ。そもそも3桁に行ったの聞いたことないです。どんなに多くても2桁ですよ、監督。こんなこと言いたくないですけど、タバコ吸ってるだけなんです、このシーン。ね、ラストシーンだから大事なのは分かりますけど、タバコ吸ってるだけなんですよ。僕普段タバコ吸わないんです。タバコ吸わないですけど、多分ですけど僕も多分肺真っ黒ですよ。お気持ちは分かりますけど、それ言ってる間にもう一回撮れますよね？撮りたくないから言ってるんです、監督。もう撮りたくないんですよ。もう素材は十分じゃないですか。ね。810回撮ってるんですよ。正直もう多分、タバコ吸ってるのだけで映画一本作れますよ、多分。もういらないですって。もうやらなくていいです、こんなことを。だってね、これ夕方撮ってるじゃないですか。シーンが夕方だからって、夕方だけにしか撮れないでしょ。で、終わったらもうそれでおしまいってなっちゃうんですけど、もう4日目ですよ、4日目。このシーンだけでもう4日使ってるんですよ。ね。もう、こんな無駄な時間人生で使ったことないです。あそこ見てください、あそこ。見えますか、あそこのスタッフさん。はい、スタッフさんいますね。スタッフさんね、後ろでなんか持ってるでしょ、わかりますか、こうしてるでしょ。あれね、クランクアップとかね、オールアップになった時には、お疲れ様でしたって花束持ってるんです、染谷さん、そういうことはあんまり言わない方がいいですよ。僕だって普段は言わないんです、絶対。そんなこと言わないんですけどね。初日って言い方もおかしいですけど、最終日になるはずだった日ですよ。あの子がね、ちょっと華奢な女性が持っててくれたんですよ、花束。こうやって後ろで持っててくれたんで、でも華奢だからね、横にこう花束がこうはみ出したんですよ。うわぁ、こんなに立派な花束用意していただいてるんだなって僕も嬉しかったです。もちろん言いませんよ。でもその日、クランクアップしなかったでしょ。で、翌日ですよ。で、その次の日、3日目。で、今日とうとう4日目ですよ。見てください、女性のとこ。何にもはみ出してない。多分ですけどね、どん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 花束小さくなってるんですよ。僕の考えだともう多分母の日に渡すカーネーションぐらいしかもうないです、花束だと。はみ出てないから。どう思うんですか？それは本当に申し訳ないなと思いますけど、
別に花束もらうために映画やってるわけじゃないので、それは分かってますよ、こっちだって。こっちだって花束もらうためにやってるわけじゃないんです。でもそこに、ここにね、ほら、一緒に共演した方々もいるでしょ？あ、はい、いますね。竜役の彼と、ゆきちゃん役の彼女ですね。そうですよ。ずっと一緒にいてくれてるんですよ。あ、そうですね。竜役の彼は、今回の映画が初めてだったみたいで、それで最後オールアップの瞬間が見たいって言って一緒に残ってくれてるんです。嬉しいですよね。いや僕も最初は嬉しいなと思いましたよ。でも彼今見てくださいよ、あれもう3日目からずっとあれですよ。でどう思うんですあれ見て。いや僕もね申し訳ないなと思ってもう帰っていいよって言ったんですけどね、あの様子で。いやもう引くに引けないんですよ、ここまで待ったから。もうそこまで待ったからもう待つしかないって、見るしかないって、そうなってるんですよ。それあのゆきちゃんね、夕方起きるゆきちゃん役のゆきちゃんですよ。あの子に至ってはね、もう夕方からしか撮影始まんないからって本当に夕方まで寝てるらしいですよ。ちゃんとこのキャラクターになりきってくれてって、そうじゃないんですよ。もうあの人もう終わってんだから、全部もうオールアップしてんだから、あの子は。でもね、どう思うんですか、そんな状態なんですよ。もうおかしくなってるんです、この現場。僕だって自分で言いたくないですけどね、正直忙しいんです。結構売れっ子なんですよ、僕 2.5 次元で結構人気の俳優なんですよ。だから、ね、お仕事もいっぱいあるんですよ。だからね、これ夕方しか撮れないでしょ。だから夕方まで終わらなくて、で終わんないからって言って東京戻って、東京でお昼まで仕事して、で夕方になったらこれ伊東まで来て、でタバコ吸って、でまた東京帰るんですよ。なんか僕わざわざ伊東にタバコ休憩来てるみたいになってるんですよ。でもお願いします、監督、教えてくださいよ。僕の何がいけないんですか、教えてください。直せるんだったら直しますから、お願いします、教えてください。あ、いや、それはいいですから教えてください。あ、いや、そのあなたの演技、そのマサの演技にダメなところなんて一つもないです。いや、一つもないわけないじゃないですか。じゃあなんで OK 出してくれないんですか。嫌なんです。はい、クランクアップするのが嫌なんです。いや、あの映画作ってるんですよね。いやいや、クランクアップしなかったら映画完成しないですよ。そうなんです、映画が完成するのが嫌なんです。寂しいんです。あのちょっとごめんなさい、ちょっとわからないですね。なんでその映画が完成するのが寂しいって、だって映画を完成させるために今撮影をしてるんですよ。そうですよね、わからないですよね。あのちゃんと説明をさせてもらいます。あの僕は脚本を書くときに脚本から書くんじゃなくて、どういう人にやってもらいたいか、それから着想を得るんです。どの人に出てもらいたいか、それから台本を書き始めるんです。まあそれは聞いたことあるから知ってますよ。そうなんです。で、この人にこのキャラクターをやってもらう、それをモチベーションにして、どん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 キャラクターを深掘りしていってるんです。それも前に一緒にやらせてもらってますから、それも知ってますよ。でですよ。で、このキャラクター、こういう風なんじゃないかなって考えながら、生活を共にするんです。僕の中で、マサだったらマサ、リュウだったらリュウ、ユキだったらユキを、憑依させて。一緒に暮らしたり、それこそ自分自身がそのキャラクターになりきったりするんです。それを今回で言ったら大体3年ほどずっと生活を共にしてきたんです。まあまあ、僕もね、その役になりきったりして、ちゃんと稽古することありますから、それは分かりますけど、それが一体何だっていうんです。ですからね、3年ぐらいずっと寝食を共にしてきた人たちがですよ、僕が OK を出したら、僕の OK の一言でそのキャラクターが死んでしまうんじゃないかって、もう二度と会えないんじゃないかと思うと寂しくなってしまって、いやいや、そんなことないですよ。だって映画ができたらこの映画の中で動いてるじゃないですかね。生きてますよ、この映画の中で。まあもちろん映画の中で動いてはいるんだけど、なんて言うんだろうな、その動いてはいるんだけど、もうその動き以外はしないでしょう。そのだから生きていないというか、別に死んでるわけじゃないんだけど、だからなんて言うんですかね、その死んだおじいちゃんをビデオで見てるみたいな、そういう感覚になるんです。だから新しく僕が見たことない動きをするマサっていうのは、動いているマサっていうのはもう今しか見れないわけで、そう思うと
寂しくてクランクアップできないんです。いやちょっと待ってくださいよ監督、じゃあどうしたらいいんですか。そんな寂しいだったら一生 OK にならないじゃないですか。じゃあ分かりました、もし僕にできることがあったら協力しますから何でも言ってください。もうこの映画ちゃんと完成させましょうよ。ありがとうございます。じゃあ一つだけお願いしていいですか。はい、何ですか。あの今後マサ以外の役をやらないでもらえますか。無理に決まってますよそんなこと。なんでそんなこと言うんですか。あの俳優さんっていうのは当たり前なんですけど、どん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 違う役をやるじゃないですか。そうするとなんかこう上書きされたみたいな、本当にこの消えちゃったっていう感じがあるんですね。まあ、例えて言うならあの Windows のゴミ箱を空にする。いやいいんですよ例えは。もう言いたいこと分かりましたから。いや無理です、そのずっと同じ役続けたら無理ですから。なんでですか。協力してくれるって言ったじゃないですか。お願いしますよ、お願いします。これからもずっと釜崎半島の役をずっとやり続けてください。お願いします、お願いしますから。釜崎半島のままで、釜崎半島役のままで言っててください。あのもうやめてください、やめてください、ちょっとやめてください、やめてください。監督監督監督、あのもうこの際だから言わせてもらいますけどね、あの釜崎半島役って何ですか。もう台本もらった時からずっと思ってましたけど、何ですか釜崎半島って。聞いたこと、兵庫、どうでもいいです、兵庫だろうが何だろうが、あの釜崎半島でマサっておかしいですよ。どこに切り抜いてるんですかそこ。そもそも半島役って何ですか。半島役って、いやだからこの半島パラダイスっていうのは、まあ、本来この一ところに集まらないはずのこの半島たちが一堂に会する半島たちの楽園を描いた、そういう映画、どういうジャンルなんですかそれ。その半島が集まるっていう描写が僕よくわからないんです、そもそも。でそもそもね、その半島映画を作りたいんだったらもっとメジャーな半島出しましょうよ。だからそのね、その房総半島とか、いやその房総半島とかはその半島ドラマにありがちだから、半島ドラマって何すか。そのヒューマンドラマみたいな感じに言わないでもらえますか。そんなジャンルないんでね、その半島ドラマっていうジャンルが。もういいです、もう分かりました、もう話にならないんで帰ります。あ、ちょっと待ってください。分かりました、じゃあもうあのもう今までの素材で OK にします。でもこれだけ言わせてください、またここに帰ってきてくれるだろう。帰ってくるわけねえだろバカ、なんて言ったのがもう今では懐かしい話ですね。そうですか、確かにこの半島パラダイス50公開されるということで大変に私も喜ばしく思ってます。50年も続いているこのシリーズで染谷さんはずっとこの釜崎半島役をやられてるんですよね。はい、そうですね。いやあの時は監督と喧嘩をしましたが、いやまさか私がずっと同じ役をやり続けることになるとは思いませんでした。寂しいからといって監督が半島パラダイス2、3、4、5と毎年毎年新たに半島が集結する話を書いてくるのを見た時は強い狂気を感じました。そうでしょうね、一番最初の頃はあまり受け入れられてないジャンルでしたからね。でも今やこの半島ものというのは世間一般に広く広がりました。この染谷さん、あなたはこれの第一人者ですね。 0.5 等俳優としてその草分けの役を担ったと思っております。そうですね、あの頃は 2.5 次元なんてのは聞いたことありましたが、0.5 等なんてのは聞いたことなかったですからね。私も驚いてます。そうですよね、これからも引き続き頑張ってください。そして監督、この半島パラダイス50、こちらの意気込みはいかがですか。あの一ついいですか。はい、何でしょう。半島パラダイスね、間にスラッシュ入ってるから、あ、これは大変に失礼いたしました。半島パラダイスですけれども、こちらとうとうボリューム50ということになってます。あの次回作なんてのも期待されてるわけですが、何か次回作の構想などはおありでしょうか。そうですね、まあこれまでもずっと半島のことばかり描いてきましたが、いい加減飽きました。飽きたんですか。とうとう半島ものお飽きになられた。じゃあ次は一体どんなジャンルに。そうですね、思い切って
ヒューマンドラマ。あ、ここに来てヒューマンドラマですか。一周しましたね。もう構想が終わりなんですか。はい、ありますよ。まあ少しだけお話しするとですね、まあさまざまな境遇を抱えた3人が一堂に会する、悩みや苦しみ、そんなものをまどろましてくれるような楽園。まあ舞台はそうだな、伊東、伊豆半島。楽園、半島。そういうことになりますと、やはりタイトルの方は、ええ、秘宝。俳優休業中の俺のもとに、名と交流中の友達が転がり込んできた件について。いやいや、全然センスないな。それだったらパラダイス半島だろ。ございます。ということで、改めまして、パラダイス半島、パラダイス半島監督の稲葉雄介さんです。どうもありがとうございます。ありがとうございました。いかがでございましたでしょうか。一応インタビューをもとに落語を作ったんですけど、これまではね、結構まあ、人生のことといいますか、自伝みたいなお話をね、聞くことが多かったんで、そういう内容にしてきたんですけれども、今回ちょっとですね、まあ、どっちかというとその考え方とか、その感じ方のお話が多かったんで、まあ、ちょっとね、どうしようかなって迷ったんですけれども、まあ、こっちの方が僕の筆が進んだので、まあ、いわゆるちょっと別世界といいますか、そういう感情があるというのをもとに、ちょっと改めて創作の方を、させていただきましたけれども、一応あってほしかった、大体感情は。いやなんか、この会場にいらっしゃる皆さんご存知だと思うんですけど、はい、いつも毎月そこに座って聞いて、もう聞いていただいてありがたいですね。ファンとしていて、はい、で話の話呼んでいただいた時に、はい、鹿島さんにこういう話やってほしいベースでインタビューの話をしてもらったのですごいじゃん、職権乱用してるじゃん。うじうじしたやつやってほしいみたいな、はいはいはい、はいはいはい、なんか難しい、なんかストーリーじゃなかったですもんね、今回ね。まあそうですね、全然ストーリーじゃねえじゃんと見返して。どうしようかなと結構ね、ちょっと悩んだんですよね。2通りぐらい台本書いて、まあまあこっちかなっていう。もう忙しい、なんか苦労をかけてしまったな。いや、全然全然全然。いや、作って楽しかったんですけどね。やっぱなんか、結構最初にこの設定思いついたんですけど、なんか、江戸にしたいなっていうのがあって、で、ちょっと舞台監督じゃないですけど、そのさ、舞台作家みたいな人がとかも考えて、あと現代設定で、まあ、ちょうど4人だったんですよね。まあ、その監督、龍、ゆき、マサってことで4人だったんで、なんか4人を生かせるってのと、なんか麻雀かなと思って、で、麻雀やったらどうなのかなって、まあ、下向いてる人、正面向いてる人、横右だ、いけるっちゃいけるなと思って、ギミック的に使いやすそうだなと思って、麻雀みたいなのを考えて、で、まんま監督の中にいる、いわゆる別人格みたいな形にしようかなと思って、それだと裏切りが薄くなっちゃうから。実は龍が主人格で残りがその役だったみたいな感じにすると、まあね、インタビュー聞いてくださった方は逆にミスリードしてくれるかなみたいなのとかも考えたりしたんですけど、まあ分かりづらくて、まあ何言っとるか分かりづらくてですね、書いてみたら、なんで、まあだったらこっちの方がいいかなということで、まあちょっと比較的シンプルめなちょっと台本、ちょっとバカバカしい方をちょっと寄せるといいますか。なんか映画のそのクランクアップって、まあみんなイメージがあって、はい、しかもそこを目指してやってると思ってるじゃないですか。そうですね、はい、だけど一人だけそうしたくないやつがいるっていう、そうですね、話がめちゃくちゃ面白くて、特にお金隠してる人がずっと待ってるとか。まあそうなんですよね。そう、まあ、実際僕見てて、結構、ね、バレバレなんですよ。まあ、ね、移動とかもあるし、持ってこなきゃいけないし、どっか出したりとか、僕がもらった時は特に岩場のシーンだったんで、片手で行こうとか危ないよ。よいしょみたいな、わー、鼻出ちゃってるみたいな、ね、こう丸見えみたいなことが結構あったんで、まあ、しょうがない、まあ、見ないふりしてみたいなのがあったんで、かしめさんがその現場で見てきたことを入れつつ、まあそうですね、で一応かつそのなんか話の流れも作りつつ、でも僕は監督の終わりたくないみたいな時に普通に感情移入してちょっと涙出てきた。だから僕の気持ちも入れてくれつつ、面白いそれベースですかね、基本的には。で最終的に50まで行って、まあ、寂しいだけで続けめっちゃいい話じゃん、こうなりてえと思いました。そうなんですよね、結構難しいな、オチ難しいなと思う。いわゆるそのなんか終わっちゃったりと か、 なんか悲しい結末は良くないなと、メイビーはやってる映画だし、僕も思い出があるし、だってもうクソ続けさせちゃえばいいんじゃないかっていう。半島パラダイス気になるじゃないですか。半島パラダイスどうやって50まで続けたら、トラさん超えてるからね、俺50って。
多分48作とかですね、トラさんがね。だ僕が調べて浅い知識だから、まあ、シリーズ的には48ぐらいではってことだったので、国内最強を超えるっていう50作目の担当パロカイスが1個楽しいかなという、ちょっといろいろ考えさせていただきました。あまあ、ご満足いただいたような、その感情移入してもらえたらやばいやつだよな、監督、マジで。810ですよ。宮下さんが止めてるよ、もう途中で。多分17ぐらい。ああ、でも、まあ、17でも、あ、でもマックスですね。でも5分半喋り続けるっていうシーンを17回。やばっ。単純計算もだってね、2時間近くでも最終的にテイク7を使った。まあ、そういうことになるんでしょうね。疲れちゃいますしね、役者の方もやりすぎてるんでね。なんで、まあ、そういうリテイクの恐怖とかもね、あるんで。あと、ソメさんだったら、なんかギリギリまで本当に多分、その怒りのギリギリまで溜め込んでくれそうっていう思いもあったんです、ちょっとなんかあの人すぐ言わないじゃないですか、違和感とかあってもうーって溜めて、もう限界だったり言いそうだったんで、言わなきゃいけないとき、もうみんなのためにも言わなきゃっていう、もう、イメージもあったんで、そこら辺もちょっと着想がいたというか、もありましたんで、まあ、お楽しみいただけたような内容でございます。そうですね、ありがとうございます。いや、むしろね、本当に貴重なお話を聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。まあ、ちょっとぜひね、あのパラダイスハントをご覧になってない方は、またね、ちょっとそういう動画とかもいろいろ撮っていこうと思っておりますので、ぜひご視聴いただければと思います。そしてもしかしたら、この動画を見てる時点でもう公開が終わってるかもしれませんが、映像サービスなど、もしかしたらね、出てるかもしれませんので、DVD には出てるかもしれませんので、ぜひ一度ね、パラダイスハントを調べていただいて、見れるようであれば、ぜひ見ていただきたいなと。もう最悪僕に DM ください。僕は教えますから、ね。よろしくお願いいたします。ということで、稲葉監督でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。